ありがたいことに登録者が急激に増えました。スーパーマーケットって安いっていうことを伝えたいチャンネルなんですが、関西で特に安いスーパーがこのラムーなんですね。ラムーは結構大きいスーパーで、初めは何を買っていいかわからないと思います。そこで今回はこのチャンネルを初めて知ってもらった方で、ラムーに来たらこれを買っておけば間違いない、ラムー鉄板の10品を紹介します。他にもおすすめ商品はたくさんありますが、今日紹介するのはラムーの PV であるディープライスを中心に紹介します。ゴールデンハンマー47円プラス税、ラムーといえばこれですね。ラムーに来たらまずこれを買ってください。このディープライスというのがラムーの PV 商品の証です。これはエナジードリンクですね。 250ml 缶で47円プラス税となります。レッドブルと比較をしても、カフェイン、アルギニンの量が全く同じです。味はレッドブルに比べてカラメルが少し少なめかなといった程度です。レッドブルは180円ぐらいすると思うので、4分の1ぐらいの価格ですね。普段エナドリ飲んでいる方で高いなって思ってる方は、このゴールデンハンマーに切り替えるのをおすすめします。カフェイン、アルギニンの量が 1.5 倍のストロング缶も45円で販売しています。次はラブエールです。10本入り91円プラス税、ヤクルトみたいな乳酸菌飲料ですね。リンゴ味の飲み物も横に置いています。価格は同じ。ラムーではヤクルトも置いてるんですが、そちらは5本184円、こちらは10本91円、こちらも4分の1の価格ですね。めちゃめちゃ安いです。味も最近ヤクルトを飲んでいないので比較はできないんですが、個人的には結構美味しく飲んでいます。期限が普通は2週間程度、今回は10日程度というふうに若干短めですので、その点はご注意してください。次は缶コーヒー25円プラス税、他にも無糖とかカフェオレもありました。全部25円で販売しています。1本25円、ケースで買っても1000円切ってますね。コーヒーの味にこだわる人からすると、豆が薄いっていう方もいると思います。カフェはコーヒーにこだわりがないタイプなので、これでも十分かなと思います。自販機で缶コーヒーを1本1本買うと100円とか120円しますので、差額は1ケースあたり2000円以上になります。缶コーヒーは小さいので、たまにまとめ買いで家に置いておくのもいいと思います。リキナカップです。36円プラス税、税率 10% なので税込みだいたい40円ぐらいですね。タウリン 3000mg 配合の栄養ドリンクです。セール特価じゃなく通常価格で36円なのがすごいですよね。他のスーパーでもだいたい5、60円ぐらいですかね。ここまで安くできるのも、やはりね、プライベートブランドのディープライス、 PV ブランドの強みですね。疲れ気味の方には特におすすめの栄養ドリンクです。ちなみにこちらはサンディで売ってる栄養ドリンクで、こちらも安く39円プラス税のお値段となっています。次は黒ウーロン茶2リットル128円プラス税、2リットルでこの値段は激安ですね。他のスーパーだと普通のウーロン茶でも同じような値段で販売しています。この商品にはウーロン茶ポリフェノールが 800mg 配合されています。ただこれ特保ではないので注意です。特保ってざっくり言うと、特保付きの黒ウーロン茶ならこの辺に脂肪の吸収を抑えるって書いていいんですけど、これは特保マークついていないので曖昧な表現にとどまっています。ある一定の効果が期待できると認められた商品には特保マークがついているので、この商品はおまじない程度で考えるのがいいと思います。味はラムーのウーロン茶は、ウーロン茶特有の苦味が少なくてあまり好きじゃないんですが、これはサントリーのウーロン茶にだいぶ近いかなと思います。白菜キムチとなります。 350g 入り91円プラス税、この商品はおすすめなんですが、結構ラムに対して怒るところがあります。でまずは商品の紹介から。本当にね、食べやすいキムチですね。酸味も強くなく、塩加減もちょうどよくて、日本人がよく食べている日本人向けのキムチの王道ですね。でこの価格でもね、非常に漬かり具合も良くて、深い味わいも出しているので、試し買いにはぴったりのサイズだと思います。1キロのタイプもあるんですが、家庭で消費するにはこれぐらいの小さいキムチでこと足りますね。期限が来て食べきれそうになければ、最悪冷凍してもらって、あまりはキムチ鍋かなんかに放り込んでおけば問題ありません。で角的も置いているので、そっちもね、非常に美味しいのでおすすめです。でね、こっからなんですけど、なんで起こっているのかというと、前まではこれ 400g の容量でした。今350に減ってます。量減ったことに対して起こってるんじゃなくて、もう値上げをしてほしいんですね。今ガソリンも上がって原材料も上がっているので、値上げは仕方ないことなんですね。それも消費者はみんな理解して購入してます。
それでもラムの商品は他のスーパーとかに比べてまだまだ安いんですね。だから全然値上げしてもらって105円とかでもみんな買います。ラムが企業努力されているのは知っているので、しんどければ潔く値上げしていただきたいです。次はジェリービーンズです。 100g 入り100円プラス税。これはラムーの一部店舗で実施されているお菓子の量り売りコーナーにあるやつです。通常グラム2円で販売しているんですが、期限間近とか商品入れ替えの時にこんな感じで店員さんがあらかじめ袋に詰めて半額で売ってくれています。仮面はジェリービーンズが好きなので安い時は頻繁に買っています。普通の量り売りも結構おすすめなんですけど、種類がめちゃめちゃあるんですね。調子に乗ってあれもこれもって入れていくと1000円とか普通に行くので、まあ、分けてる方がお金を使いすぎないという方向から見てこっちの方がおすすめです。あと値引きされているやつでおすすめだと、1食パック5食パックになっているドレッシングも量り売りで売ってます。多分それ人気ないんですよ。いつも半額で売ってます。これも考え方一つで、家から節約のためにお弁当を作ってサラダも持ってくる人からすると、ドレッシングもねスーパーで買うと20円30円とかすると思うので、安い時に買っておくのが結構おすすめです。ポップコーン93円プラス税。これめちゃめちゃおすすめです。こちらは塩味ですが、キャラメル味も184円で販売しています。袋の重さ込みで 172g も入っていたので、それで93円はめちゃめちゃ安いですね。賞味期限も1週間程度あります。まあ、1人で食べるとちょっと多いですかね。みんなでパーティーとかするときとかにこれ一つあるだけで場はつなげると思います。話変わりますが、176万人登録者がいている竹脇翔さんもラムーの動画たまに上げておられるんですけれども、まあ、その影響かもしれませんが、最近はラムーに学生さんたちが結構いらっしゃいます。 YouTube の影響すごいですね。で、味は本当にね、美味しい普通のポップコーンとなります。次はフリーザーバッグ362円プラスで、SML とあって、我が家では S と M があります。まあ、こちらね、使いかけなんですけれども、値段は全部一緒です。1枚あたりの大きさと入り数が違うんですね。ダブルチャックなので、冷凍焼けしにくいのが大きな特徴ですね。今は一人暮らしをしているんですが、野菜とか肉は一度に使い切れないので、大きいのを買ってきて、小分けにして、ジップロックに入れて、冷凍室に放り込んでいます。冷凍焼けすると味も落ちちゃうので、我が家では必須アイテムとなっています。最後はこちらですね。一応 D プライスのマークもねここについています。12ロールでこのお値段はなかなかないと思います。こちらの商品も特価ではなく毎日このお値段なので、いつ買いに行っても安いのが嬉しいですね。今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。